はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ、本日もよろしくお願いいたします。本日紹介するのは、3月13日に森永乳業より発売されたマウントレーニアカカオミントをこちらをご紹介したいと思います。こちらはね、マウントレーニアの人気シリーズ、人気シリーズチョコカカオミントを飲んでいきたいと思います。振って振って、まあ、本来であれば本来であればこれはこれを使ってねグサッと刺すというスタイルなんですが、よく持ったらやっぱりガバッとガバッと飲みたいですね。ちょっと失礼。開かない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 、まあ、開けるものではないですからね。これはあのカットしてもしょうがないですからね。お、うん、さあ、では。結構入ってるんですけどね。まだ残ってるんですけど、まず飲んでみたいと思います。うん、甘い香りがしますね。じゃあちょっと飲んでみます。うん、甘い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 、うん、甘い甘いわ、甘い甘い甘いですね。うん、評価評価評価、3333333、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、では気を取り直して、こっちはね、期間限定のカカオミント、コク深いカカオ香るカフェモカのほんのり香るミントの後味、まあこちら一応入院料ですので、こちらこういう風になっております。ぜひ詳しい方でも161なんだね。さあ、あのね、やっぱり濃厚チョコレートなんでね、結構甘感じるな、感じる。うん、うん、濃厚なチョコレートと芳醇で香り甘い香りのバニラの組み合わせが絶妙で飽きのこない美味しさに仕上げました。気分を変えたい時、毎日のコーヒーブレイクにぜひどうぞ。あ、違う、これ違うわ。失礼しました、こっち今の間違えました、ごめんなさい。カカオ香る、カフェモカにほんのり香るミントを加えた季節限定のフレーバーコーヒーですね。さっきね、違う商品のご紹介してた、ごめんなさい、バニラモカの紹介してた。ごめんなさい、カカオミントですね、これね。うん、エクアドル産のカカオマスを使用したコク深い濃厚なチョコレートと
後味にほんのり香るミントの組み合わせが絶妙。カフェモカを爽やかに引き立てた味わいは春夏のコーヒーブレイクにぴったりです。ミントの味しないですけどね。カカオは強いけどね。概要欄が一番正しいんでね、概要欄見ていただければありがたいなと思いますけど、ぜひね、この面白くないのかな、ぜひいいなと思って来てくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあね。